私は幼少期、複雑な家庭環境で育ち、母親の愛情を受け取ることができなかったんです。ただ、自分がおかしくなって入院したときに、母親が誰よりも僕を信じてくれて、誰よりも僕を見守ってくれて、誰よりも僕を愛してくれたんじゃないかなと。そしてその時、私は母親の愛情を初めて受け取ることができ、感じることができたんだと思ってます。そして今ここに立っているのも、すべては母親のおかげだと思っています。そしてその時に自分の中に根拠のない自信が生まれ、私は世の中を変えていくんだと、そんなことを思うようになりました。そして退院をしてプロボクサーを一度引退します。プロボクサーではいけない、地元を出ないといけない、もっとハングル精神をつけないといけない、一度社会に出ないといけない、そう思い、就職で大阪から愛知の地に来させていただきました。そしてこの愛知の地では、オープンハウスという会社に就職で来させていただいてます。私はずっとボクシングしかやってきていません。入社当初は敬語をまともに話せず、パソコンすらをまともに触れませんでした。パソコンを渡されたときに、電源ボタンの押し方すらもわかりませんでした。プロボクサーはやっぱりバカなんだね。そんなレッテルを貼られました。すごい悔しかったです。めちゃくちゃ悔しかったです。すごいムカつきました。ただ、入った会社は年功序列がなく、数字さえすれば役職が上がる会社だったんです。だったら数字で見返したろうと、そう思い、数字を一生懸命結果を求めました。営業成績、全国で一番を取りました。入社して11ヶ月目でマネージャーになりました。ただ、結果を出せば出すほど、プロボクサーに対しての未練がすごい出てくるようになったんです。私は17でプロボクサーになって、人に応援される喜びを知り、人に無償で応援される喜びを知ったんです。どうしてもあれと比べてしまうんです。無償で応援されることってもうないんだなって思うと、すごい虚無感というものが生まれてきました。プロボクサーに復帰しないと次に進めない。そう思い、プロボクサーに復帰することを決心します。2年半のブランクがありました。復帰するときは正直すごい迷ったし、すごい葛藤もありました。ただ、応援されて、大阪でずっと応援してくれた人たち、この愛知の地で出会った人たち、皆さんに背中を押してもらい、プロボクサーに復帰することを決心します。29歳です。そして、プロボクサーに復帰したときに、地元の大阪から選挙のオファーをいただいたんです。私は、2017年の8月、精神病に入って、その時に根拠のない自信が生まれて、世の中を変えていくんだと、そんなことを思っています。政治の選挙のオファーが来た時、俺は最終的に政治家になって、世の中を変えていくんだと、そんなことを思っています。そして今年の6月に、この参政党に出会い、代表の神谷総平と会いました。この方の言ってることとやってることの一貫性、誰よりもあるな。今まで出会った政治家さんの中で
断トツで魅力を感じました。この参政党だったら、今の世の中が、今の政治のあり方が変わっていくんじゃないかな、そう思い、参政党に入らせていただきました。そして私はこの参政党から、皆さんにしっかりと届けていきたいです。難しい政策を言うのは今はできないかもしれません。ただ私ができるのは、1ミリでもいいから、少しでもいいから政治に興味を持ってほしいんです。少しでもいいから関心を持ってほしいんです。政治を自分ごとにしてほしいんです。そしてこの参政党、名前だけでもいいので、皆さんにぜひ覚えていってほしいです。そしてこのプロボクサー、村井隆弘、名前だけでもいいので、ぜひ皆さん覚えていってください。そして今、選挙に 50% の人が行ってません。半分の人が選挙に行ってない。今の政治家さんを見て、皆さんはどういう印象をお持ちでしょうか。かっこいい政治家さんっていてますでしょうか。いいイメージを持っている方ってすごい少ないと思っています。今の政治のイメージってうさんくさいとか堅苦しいとか嘘くさいとか、そういったイメージをお持ちの方ってすごい多いんじゃないでしょうか。ただでもそれを作っていったのは国民の我々でもあるんです。我々が政治家に無関心であるように、政治家さんたちも我々国民に無関心なんです。それだったら自分たちの政治、自分たちが勝つための政治、お金中心で自分たちだけのことしか考えない政治、そりゃそうなっていくんです。私たちが無関心だからこそ、政治家さんも我々に無関心なんです。もうでも今の現状を見ると、無関心ではもういられないんです。皆さんが一人一人が、国民が政治に1ミリでもいいから、少しでもいいから興味を持って関心を持って、まずは選挙に行くことなんです。